おはようございます。高田のババゲーセンミカドです。MKD ランキングバトル燃えろジャスティス学園第3戦、さあ最終戦でございます。始めたいと思います。じゃあ本日燃えろジャスティス学園、3ヶ月にわたるランキングバトル最終戦となっております。そしてそんな最終戦にもかかわらず池波のロックは飲みすぎで腹を壊してしまったということで、はい、はい、じゃあ有識者枠でレシオさんよろしくお願いします。はい、どうも、毎度おなじみレシオでございます。はい、はい、じゃあ、1P がヤマコフ、2P がジェフ、さあランキングバトル最終戦始めたいと思います。始めるぞ。はい、じゃあ、10P です。 10P です。50円払え。あうらさん怖い。さあ50円で、はい、払って始めてください。さあ、ね、乱入してください。乱入ですね。ちょっと待ったって、あれどっちだ、スタート押してないの。はい、さあというわけで始まりました。いやー、でもなんだかんだで、ヤマコフさんとジェフさんは先ほど初心者大会でね、はいはいはい、2人とも戦ってますので、まあ、ランク外と言いながらもなかなかいい戦いを見れるんじゃないでしょうか。あれ2人ともアキラだ。あらあら珍しい組み合わせだ。やっぱ何、このアキラって破局拳だからアキラなの。違うの。あ、そういうわけじゃない。いや、まあ、そういうつながりよく聞きますけれども、まあ、そこはご想像にお任せ。あ、でも確かに諦めなんですよ。さあ、ヤマコフリードで、あ、これって何、基本的になんかこういう差し合いみたいな。そうですね、これが本当はこういう、これが燃えろジャスティス学園。前回のあれ放送事故です。あ、完全事故ですか。事故です。あ、なんかありましたね、いろいろ。なんか空中からなんかうんこ投げる作業みたいな放送がありましたけども、さて、どっちがどっちだ、どっちが山口さんだ。青い方がジェフさんか。ジェフさんですね。緑の方が山口さん。お、投げて山口が投げる。山口がライダーキック。ライダーキック締めて、さあこれで変えるのか。今は時間がないの。あ、変えた。あ、2人とも変えてきました。2人とも変えてった。さあ、ロベルトとザキ。あ、な、あれ結構見る光景ですね。あ、これ割とちょっと接近すれば。あ、接近したい、接近したい。はい、いいですよ、いいですよ。あ、固めがうまいですね、固めが。タッチパンカード差し有利なんでね。さあ、よし、あ、下段投げ、下段投げ、下段投げ、固めて、下段投げ、固めて、あ、しゃがんでるところを、ね、はい、スカッシュ狙いでしゃがんでるところを下段投げ。おう、サッカーボール、サッカーボール。あ、お、うまいですね。あ、このです。最初が嵐からの蹴って、お、嫌がり、ジェフが後ろに回って、いやー、やりますね。いきなりこんなにレベル高くていいのか。大丈夫。今ランク外ですよ。今ランク外なんですよ。いきなりレベルが高いと。さあ両者、さっきとロベルト1。さあキックから、うまくタッチパンを打って、これだけでこのダメージ。で、あ、お、あ、大きい今は受け身を取らないで選択回避ですね。あ、なるほど、はい、今は取らないっていう選択肢もあります。あ、取らないと今のようになると。そうですね、取るとさっきみたいに裏に回る、裏回っちゃうって。はい、そして、頭を蹴る。頭蹴って、おい、あ、あ、これ、いいですね、受け身取りません。あ、繋がった、繋がって、かん、コンボ完璧。さっきはまだありますからね。ここからもうワンコンボいけばピオリがありますんで。 OK、 だんだけ
分からなくなってきましたよこれ。あおこれはあー総裁、総裁マダル、おーおお、いろいろごちゃごちゃして、あージェフ勝利おめでとう。じゃあ次ユリンチさん、そのままです、勝ち抜き方式です。ワンビー側にユリンチさん、はい、その次ビブンさんですね、その次ビブンさんです。さあランキングバトル店長さんは体調不良体調不良って言うんですか、ね、どうなんですかね一般的にはなんか二日酔いっていうような感じもしますけど、はい、あのギター練習するって書いてあったんですけど、はい、ギター練習していたらお腹壊した、はい、どういうつながりがあるんだね、ちょっと気になるところですけど、まあ人はそういうこともあるのさとさあ赤ジャージ、1P 側がユリンチさんの、モモ、2P 側が、バズですね。あれ？あれ？キャラ変更した？あれ？キャラ変えた？キャラ変わってますね。これ。これ大丈夫なんですか？大丈夫ですか？まあ、まあそういう仕様だから、まあ、じゃあこっからキャラ変更なしで、はい、じゃあこっから、はい、こっから継続で、まあね、これで秀夫とかね、あの京子がいたらね、うん、帰ろうっていう、それだったらもう、はいはい、あれさっきまで、ね、あのそこそこいい感じだったのに、なんか違う感じだった、はい、まずは一本ジェフさんが取っていく、勝利、いいパンチだったぜ。第2戦始め、キャラはそのまま急に変わってたからね、まあしょうがないそういう仕様だからそう、そうなんです、このゲーム乱入した時にキャラ選択の時に乱入すると、キャラが変わる、キャラを変えられる、変えられる、はい、仕様になってる、そう、まあそれも1回だけなんですけど、モードセレクトの時に入るとそんな感じになっちゃうんで、まあご注意くださいというところで、別に対戦で決めやったからって、そうですね、決まりじゃないんだよと。あ、さあスリープラトン、戦いは銀河井さんじゃないでしょこれ、後で確認したんだけど、そんなでもなかった、銀河井さんじゃなくてあんまり似てなかった、銀河井さんじゃなくてなんだっけ、あれだ、あ、まあ、他のやつ、だって銀河井さんトランプですもんね、銀河井さんトランプです、頂上スマッシュはトランプですよ、頂上スマッシュはトランプです、第1話をちょっと見ましたけど、あまりにもかけ離れて、なんかだいぶ奇抜なデザインですよねすごい、すごいあれでしょ。さあユリンチが、おっとジェフが2連勝、はい、じゃあ次ビブンさん、マシンブラスター、そう、あ、さすがビブンさん、さすがビブンさん、ブリキュア以外もわかります、ブリキュア以外も抑えてるビブンさん、さあお、ブリキュア勢出た、出ました委員長、なんか後ろの2人がガチだけど後ろの2人がガチだけど、後ろに控えてる2人がやばいけど、やばいですけど、一番出てくるメインは一番弱い、よしで、あ、まあ委員長があんまり強くないという感じですか、そうですね、さあここはまあ可愛いので、まあ可愛いとしたら、さあプリキュアですいやでもベブンさんもあれですかね、昨日のDXL 大会で優勝してますから、ね、ああ優勝してますから、ね、ガンダムで、最弱と歌われた連邦軍のガンダムで、最弱じゃないですよガンダムは、なんかあんまり強くない、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 あれニュータイプ専用機なんでそんな強く設定されてないんで、やっぱりオールドタイプが乗るとあんま強くない、そうですなるほどなるほど、アムロが言ってたのは勘違いなんで、8倍の原因があるとかあそこら辺は勘違い勢なんで、なるほど、当社費なので完全に勘違い、勘違い勢です、さーて1本取ったのはユリンチ、
そしてお買えない。あ、ジェフです。ジェフさんです。あ、ジェフさんだ。いや、ジェフさんだ。ジェフさんだよ。そしてリブンさんが買えない。そしてスリープラと。分かってる。ガードさして今のゴムですね。あ、あれゴムなの。はい、ゴムです。ガードさしてゴムです。はい、どう。あ、ダーンって。いや、半分減ったよ。あ、うまい。お、二択をかけて下段投げ。下段投げ。この起き上がりの二択が楽しいゲームですからね。あ、なるほど。はい、空中からうんこ投げるなんてあの違うゲーム。あれはもう完全に放送事故。あ、と浮かして。さあコンボが入る。はい。近づいて投げ。下段投げ。さあフルボッコ。フルボッコ。乗っかっていく。では下段。あ、下段投げ。これも下段投げ。これも二択ですね。坂間からの下段投げ。投げと。あ、これは。ですよね、返しますよね。どうだ、どうだ、ガードが硬い。これでゲージ一気に回復。一気にマックスになった。そうですね、一気にゼロからでも5に回復する。あ、なるほど。それなんで、いきなりスリープラド、スリープラドが打てる状況なんですが、叩きつけて、あ、スリープラド、これは返せない。これは返せない、返せない、返せない。さあ、ジェフさん、あ、ワンパン決まれば残りワンパンだが、1投でも勝てるんだけど、あー入った。入れていく、まだ1日ですよ、まだ1日ですよ。さあこれで1日。さあニュータイプ専用機委員長。いやー完全にニュータイプ専用機。いやニュータイプが乗らないと意味がない。ニュータイプが乗らないと本領発揮できない委員長。しかし無慈悲だ、全開気合だ。あ、さあまだ体力は半分失っただけだ。後ろ回って、まだメインカメラがやられただけだ。まだメインカメラがやられただけだ。またやられただけだ。お、うまい。後ろに回って、さあニュータイプコンボ、ニュータイプコンボ、あー、ニュータイプ投げ、ニュータイプ、 NT 投げ、 NTN。 やっと距離を、距離を詰めたい、距離を詰めたい。さあ微分センシズが目覚めた。微分センシズはここから、あ、あっ、遠いよ、後ろ、コンボ、コンボ決めて、叩きつけて、あっと、総裁、ガードしてる、あ、これは、決まった、さあ、ジェフが3連勝、それで D3D さんいますか？D3D さんいない。 D3D さんはいらっしゃらない。イデアいます？イデアさん、イデアさんいますか？あ、平和が訪れましたね。今日は平和ですね。マグロマン、はい、出番です。第一戦、いやー惜しかったなー、ビュンさん。まあでもこのバツっていうキャラもそんな弱くないキャラなので、それで委員長であそこまで追い込まれるってことはさすがニュータイプ専用。ああ、ニュータイプ、ああ、完全にニュータイプでしたよ。ノーマルバツとバーニングバツだと、まあノーマルバツの方がヒット確認は簡単で、はい、強いんですけれども、バーニングバツは、飛距離が、気合弾の飛距離が長いので、まあそこはお好みといったところです。あ、まあ、火力自体はバーニングバツの方がちょっと高い。感覚的には一緒に使います。あ、なんか一概に強キャラになってるわけではないと、ね、バーニングが。まあ弱体化してる部分もしっかりあると。さあ、そしてこうマグロマンが、バツを。お、さあ、クデさん間に合った。これからですよ。あ、大丈夫ですよ。間に合ってますよ、クデさん。さあ、あとは。あと問題は来てないくて、問題はチャンピオンのアノナッツさんがまだ連絡が取れないと。ツイッターも見てないし、連絡も取れないと。さあ空中から超飛。ああ、いいタグですね。しゃがみ防御したくなるところにゲダンだけ。さあ床ドンして、飛び道具、飛び道具。ああ、似てる。あ、罰の方が早いのね。そうですね、だからモーション自体とかフレーム自体はもうほぼ一緒なんで、気合弾は。お、総裁から無理やりつなげていく。さあ空中ガードが優秀だ。あっ、かくはん食らって、どうだ、あっ、出ない、ちょい残り、出なかった。
これちょっと心臓が痛くなる。ああ気合いだ。空中で出していく。勝利順調だぜ。ああいい勝負ですねこれは。始め。さあ両者変えないですね。あそのままですね。ダンボロカあのガチ勢のダンボロカの ダンボロカさん影響で、はい、V が最初につくのを待ってるんですね。はいはい、ヤシャ車の、空中でマクロクロスケになっちゃうやつですね。かなり人気が出てきて今回もこんな感じで、ちょくちょく見かける感じになっております。まあでも多分今日はダンボロカさんいるんで後ほど登場すると思います。まあ、それまでに青夏が間に合うかと。さあこうおっおっこれは割り込めなかった。返さない返さない返さない。ああゲーム投げ。いやいいタグですね。これで11。さあわらおっおっパンチだ。パンチラに変えていく。白に変えていく。白これから、カラーによって色が違う。カラーによって下着を変える。ちょっと変わるんです、ね、お茶目な、はい、日向さんでございます。さあさあ当たらない。あ当たらない。おーっいい差し込み。さあジェフがJF が優勢。そしてまだあるな。対していきたい。白白白あ白あ白見えた。ああっそざい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 。ローキックうまく上がってないが、これは返せるぞ。返していく。はい成功。スプラとか返していこう。そしてあ差し込んでいく。4発からのグーコンで受け身は前へ。あ、これは負けた。やってない。やってない。なるほど。竜巻旋風脚が負けてしまったと。竜巻旋風脚が負けて真空竜巻になっちゃう。真空竜巻になっちゃう。一個多かったですね。一個多かったですね。さあ、次フツ。フツさんいない。片締め。いいなぁ。コマミンチ第一戦始め。コマミンチさんはいないかな。クデ。あ来ましたね。あ、仕事仕事ブッチして。あいいの大丈夫行っちゃって平気。あ大丈夫。うん仕事ブッチ。このために仕事を投げてきた。嬉しいこと言ってくれるんじゃないの。いいじゃないですか。仕事は投げるものです。仕事は投げるものです。はい、捨てるものです。捨てるものです。やめるものです。はい。やめるものです。すぐそこにね、ね、ハローワークっていうね、のありますからね。マンションもあります。マンションも探せますからね。あ、いいですね。しっかりコンボできる。仕事しろ。早速突っ込まれてるよ。さあ、仕事をしない。仕事をしないクデ。さあ、職を失ったクデ。さあ、頭突きでタコ殴り。だけまあゲーム昔から格闘ゲーム強い人間はみんな無職ですからね。無職が強いです。まあよく言います。人は言います。どうやったら家計強くなるんですか。仕事を辞めましょう。辞めれば強くなります。辞めれば強くなります。あさすが無職。さあ無職がケツを叩いて。ケツを叩いていく。スライディング。無職が近づきたいけど嫌いだ。さあ無職のしない。無職キック。あじゃあ無職辞めますか。有職有職者です。ああ、まだ文章まだ文章まだ。キャラ替え話と。とりあえず学生に戻ればいいんですよ。みんなジャスティス学園入学して。そうですね。よく言う夏休みみたいなね。起きたら
あれラジオ体操に行ってラジオ体操に行ってみたいな、そんな感じ。これは夢なんだあさあ結構あもう区では迎撃に徹している感じ。そうですね、近づいてきたところを刺そうと思ったんですが、逆に刺されると。ジェフに刺されるって。あでも隼人はこのキャラ火力ありますからね。3回で勝てます。読み合い3回で勝てます。あ出ない、出ない、くそー。まだこれこの出ないところで仕事が邪魔をする。仕事が戻ってこいと、戻ってこいと、戻ってこい。お前の仕事はまだ残っている。上司からの電話、そんなもんは取らないよ。なっている携帯電話、それを取らないくで。どうなんだ、俺はゲームに集中したいんだ、邪魔をするなと。さあ完全でしょ、決めていく。さあジェフの罰に当たっていく。スライディングからジャンプ、しかしからの下段、そしてツースラトン、これは返す。さあヒデオ、ヒデオ触れられない。まあ両者ゲージはなかなかいい感じです。あお、ああ、やる、やるぞ、携帯鳴ってんぞ。さあケツパット、ケツパットから、さあ残り体力、あスリーブルド、あーこれはスリーブルド。ここからですよ、まだあるぞ、ま、ここからまだ読み合いがある、ま、さあこれでジェフ近づく。どっちだ、どっちが勝つんだ、これは気合弾。仕事を優先、頑張れクデ、無職になるのか仕事に戻るのか。タックル、タックル、やるこの男。さあクデ勝利。青夏さん連絡取れたようです。今向かってますが、どんどん上位の方に青夏さん行きます。風見さんいる、風見さん、はい、菊蔵さん、あキャラ決めといてください。あプレザンキャラ決めといて、あのさっきみたいにあれ菊蔵さんはいない。あ菊蔵さん、あ帰りました今日は。あ今日帰った、はい、さっきいたような気がしたんだよ。キーさんは今日いない。天宮さん出番です。あ来たさあ天宮対クレ、このゼロスリー男、ここで天宮さんがなぜかこのランクにいるという。なんでここにいる天宮、この男が。さあ仕事を辞めてきたのにクレ、せっかく仕事をブッチしてきたのにもかかわらずここで天宮と。さあここで天宮、自分がまぶたい一戦始め。さあさあまず先手は天宮取ってく。さあ天宮が乱入。あありがとうございます。はい、そんなねその天宮さんが乱入した途端落ちるという、やっぱり燃えちゃったら何かが住んでいる、魔物が住んでいる。まあいつもなんかチキンあたりで落ちるんですけどね、今日は早いですね。今日は早かったですね。さあ天宮明、ああ差し合い、さあクルーコンちょっと落としてダブルアップか、ダブルアップ。さあ下段からの上飛までつないで天宮がこれで残らないか、これ一本123就職ださあ仕事を辞めてきたクレ、仕事無職のままこの後どうなる、路頭に迷うのか。さあ勘弁してあげてください、まだ辞めるには早いねんね。まだ早いぞ、ここは高鳴る馬場です。一息で西武新宿あります西武新宿の食安通りに、なんで食安通りって言うんですか食安通りです、それはハローワークあるからです。迷うことになるのかさあそしてやってきた天宮委員長、あ動揺してるか、あ動揺してるぞ頑張れクデ、頑張れ頑張れ、仕事ある大丈夫、まだ20代は平気だ、ハヤトは大丈夫、仕事と火力はある、はい、
ペラ投げ。おっ、あっ、それだぞ。あー、見てる、投げていく、見てる、見てる、見てから投げる。天宮完全に対応。さあ、ここで腕立て1、2、3、就職だ。さあ、クデ頑張れ、クデ、あー、クデ行くんだろ、食安、食安か、行くんだろ、天宮勝利。ハローワーク出て右ですね右なさあ、天宮勝利で、次朝さん、今日はいないかな、はい、カッパ、カッパさんはいないです。クダ、クダさんも今日は見てないですね。じゃあ白松さん、やはりここでぶつかる白松とさあ天宮、この後白松さんの次、鳴沢優衣、慎吾、あ、鳴沢優衣、ペコマックス、慎吾、長谷川瀬窓、鳴ると続きます。多分鳴沢優衣と鳴るかな、いるの。慎吾さんいないよね、今日。さっき一瞬見たような気がしたんですけど、人間違えてなければ後ろ姿をちょっと見ましたが、目障りなんだよ。しっかりしなきゃ、行くよ。一番上まであと多分15分ぐらいかな。まあ多分月枠になりますね、あ、ニコニコの方は、はい。さあ 1P 側白松、で 2P 側がさっきクデを食安送りにした天宮と。さあゴミ箱、ゴミ箱、ただくっつけてゴミ箱生活はさせないと、食案進めましょう、食案に進めましょう。ゴミ箱に入ってるもん、拾わせてる。ダメです、あの空き缶とか拾っちゃダメだよ。ダメですね、空き缶拾うぐらいだったら俺が食紹介します。しっかり、はい、食についてください。完全燃焼、百列からのゴミ箱、ゴミ箱、空き缶拾い、いやーで金になんのかね、空き缶拾い指突っ込むやつでやれ、ゴミ拾いはもう下心見え見えの空き缶拾いか生活がかかってる空き缶拾いか、生活がかかってるぞ、あれがなければお金にならない。さあアルミもいいぞ、スチールも高いぞ、スチール高い運が良ければあの食べ残しのご飯もそういうの拾ってると今日の池田実君みたいになっちゃいますからね。お腹壊しちゃいますからね。ギターからのお腹壊すんです。ああうまいですね、差し込みましたよ。さあ白松が調理まで決めていく。さあ裏出しちゃいけない技、あ出しちゃいけなかった、漏れてしまって、さあブルマがダブルアップ、あ、差し込んでいく、受け身は、あ、逆に投げる。さあ、マミヤ、あ、マミヤ、前に出る、出る、前に出るぞ。白松は逃げる、白松逃げる、早くハローワークに、ハローワークに逃げろ。あ、スリープラトン、これはアスカル、さあ、委員長続けるのか、委員長やるのか、アキラをやるのか、どっちだ、所管を送りの委員長か、ああさあ、あくまでいい、アマミヤは男だった、あガード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 します。さあまあ戦いの最中ですが、ニコ生の方は枠を取り直したいと思います。切れたら再開っていう形が望ましいですか、はい。じゃあ切れたら次枠移動してくださいね。さあ試合のこれはきつい、弾幕狙いどころがかなりすごいですよ。まだこのシャガパンとかのがまだやりやすいですよ。ああガードしてる、ガードしてる、近づきたい、アマビア下段投げ、近づいていく、タグをかける、しかし暴れてジャックマッチ、ジャッキック、離れるのは白松、追っていく、雨宮拾っていく、
受け身、ここは立ち番だ、これ引き合いだね、しかし、あー、無理相殺できない、だからゲージは5本、5本あるぞ、ゲージ5本ある、慎重に、慎重に、あー、刺さった刺さった空中、さあ、白松勝利ってこいよ。ペコマックス、順調だぜ。信号、信号、信号さん、今日はさっきいたように見えたのは幻だったのか、信号。じゃあ長谷川さんいない、セマドいない、なるですね。違う、なるさん優位だ。目障りなんだよ、上がるな、 そのまま目障りなんだよ、鳴沢優位飛ばしてました。ごめんごめん。でもこっから一気に飛んで、こっから次鳴るまで飛びますね。鳴るさん、ダンボロか、鳴る三好さんもいないですからね、今日一気に私も飛んじゃいますよ。ダンボロカさんから一気に私も。青夏危ないぞ、青夏さん間に合うのか、ね、これあと6分ぐらいで着かないと青夏さん危ういです、危ういです、頑張ってください、急いで来てください。1P が白松、2P 側が鳴沢優衣さんのザキと、はい、食安からこんにちはと。無職になったクーさんは、はい、筋肉マンマッスルクラブです。明日ありますからね。そうですね、明日シマウマとの対決戦を、ね、頑張ってるんで、シマウマの一戦がありますから。さあ今青、あ、落とした、来たー、間に合った、間に合った、あ、青夏さん間に合った、残念残念、残念、もう終わりです、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 全然間に合った、よかった。よかったよかった。さあそして、白松が1本、第2戦始め。一本取られたと思いきや容赦なく強行出していく、クソキャラを出していく。さあ同級生通勢鳴沢優衣、窓をクリックするのか、あっ窓を立ち戻された、これはすかった。でも同級生いたよね、あのザキみたいなキャラ、あのバイク乗ってるやつ。いましたね、ちょっとキャラの名前までな覚えてなかったな。そうですね、プレステからパソコンからいろんなところに、あっ、おっ、ジャクジャクと。さあ白松勝利、そしてナルですね、窓をクリックさせない、窓をクリックさせません、簡単にはやらせないと。まああれだけ知ってると一番攻略楽なのは桜子なんですけどね。なかなか鳴沢優衣さんは難しいところですよね。さあ 2P 側に奈良さんが乱入と、苦しむ暇など与えるか、まあ、この白松がどこまで上がってきたと。さあこれで白松さんが、暫定8位か、8位ですね、上がってきましたね、暫定8位に上がってきました。今日はちょっとボムさんいないんで、流れ先輩は上げられないかもしれないです。あ、そういえばボムさんいないっすね。そう、あ、そうだ、名古屋行ってんだ。お、あ、そうだ、名古屋で今あのガラスペンの大会がやってるんですね。なるほど。クローゲ、露骨なクソムーブ。さあ、クソゲーをなる。バトルクロード全2。全2。全2。全1は？全1は、タケヤン。取られちゃいます。いや、でも他のゲームも、ね、ええ、ありますから、この方はバトルクロードだけじゃないんだ、俺はモイジャスもやるってことは、これクソゲー認定されたってことですか。これは、それは結果次第、結果次第、結果次第ですね。でもナルが勝てばクソゲー認定、でもはっきり言って前回の配信はクソゲーでしょ。あー、あれは、はい、非常にお見苦しい。ここで掘り下げますよ。さあ、ヤシャ君は、あ、あ、
あ、割り込んでくる。さあ、パンソーパンソーダブルパンソー。あーあー、これは割り込めない。でもまだ残る、まだ残る、残ってるよ、大丈夫よ。さあ、と飛び止めの記憶、当たらなかった。当たらなかった、惜しい。今のはいい狙いでしたね。でもちょっと早かった、ちょっと早い。俺の名前を第2戦始め。あ、いきなり刺してくる。おっ、受け身。あ、これは離れました。うまく拾うけど、あ、刺さって、これは逃げる。あ、ここでぶっ放していくが、あ、これかかんないんだね。これはむしろあのガードさせた方がいい。あ、いやー強いな、あれ。俺は勝ってる。あ、あ、どうなるか。同キャラですもんね。同キャラだもんね。せやけんで超重レッパーダメージ削ってく。え、なんだ削ってる。一旦距離離して。さあ、なる。よし、ぼかして。出ないわけ、出ない、繋がってない。波動で釣って、これはミスらない。拾っていく。さあ、なる、なるを倒して、暫定7位となりました。さあ、三好大地はいるかな。いない。ダンボロカさん出番ですよ。さあ、ここでガチ勢同士の戦い。目障りなんだよ。さあ、この後、竹山もいねえよ。あ、竹山も行ってんのか、ガラスペ。ああ、なるほどなるほど。あとね、今日あれなんですよ、日本テレビの取材がありまして、カメラが回っております。ここですよ、ここですよ、ここです。目障りなんだよ。大会やってんの、ここです。目障りなんだよ。さっきあれはスルーでいいですよねって言われました。この男スルーでいいですよねって。あのレシオごときはスルーでいいです。レシオさん英語喋んないからダメなんですよ。英語喋ればちょっと注目度上がってます。 My father is teacher. I find thank you and you go out。 喋れますよ。てか、あれですね、本当に最近一般メディアがすごいですね、昨日はラジオ、昨日はラジオですね、J-WAVE が来て、今日は最近なんか毎日のようになんか電話来るんですよ。やばいですね、さすが伝説のゲームセンターといったところでしょうか。レジェンダリーらしいですからね。あー、うまい。まずはダンボロカ行くかも選手。さあ、ダンボロカ、伝説、伝説だけど店長は腹を下す。え、伝説の腹を下す。伝説の腹を下す、腹を下す、決めていくと。さあ、そしてダンボロカの大階級。この同期の体勢。大階級って今書いてあったから読んじゃったけど。大階級、あれか、ジャイアントロボか。そうだね。なんちゃらフォーフォーグラー、なんちゃらフランケンフォーフォーグラーだっけ。あ、うまい。あの、このゲーム大地をやし上げる。大階級。あ、もうね、地球が静止した日。あー、感動感動。さすが、本物違う。どんだけやってるんだと、この集中力が違う。さあ、そしてタケアンが、タケアン、タケアン、タケアンいない。タケアンがいない、グラもいない、チキンもいなくて、いきなり第3位レシオ。あのさん、一気整ってます？大丈夫？大丈夫？あ、次はあのさんです。さあ、はい、あ、じゃあ、あのさん、おはようございます。間に合いました、あの夏です。はい、間に合いましたね、よかったですね。どうですか、今日の全体的な。全体的には今日
欠席者が非常に多いと。わお。ただガチ勢がすごいいるので、回ランクも質が高い。なんで雨宮さんが18位いたのかっていうのが疑問なんですけど。この人は雨宮さんは本当に下から上を全員の軒並み倒していくのが好きな人なんで危ないですね。まあ前回のね三好さんに結構みんな事故ってしまったっていうところがありました。さあそして 1P 側がこでしょう、例えば暫定2位ですね、と暫定3位の、ダンボロカの戦いとなっております。今ロイの竹に、あーこれ、ね、飛び道具抜けてスーパーアーマーできっちり抜けてきましたね。あ、スーパーアーマーなんだ、無敵ではない、出始めがスーパーアーマーなんで、もうちょっと2発ぐらい重なるやつだと止められちゃいます。2発技があると止められると。さあバンナクル空対空、空中での根性カウンター。さあダン君はいかにして近づけさせないかですね。とにかくロイの接近戦は絶対挑みたくない。ただバンツも若干接近を挑まないといけないところもあって、さあそこがさあカウンター読んで後ろ回っていた。さあレシオが一本、これはエッジの2プラトンはガードしたらその後、ね、感情カウンターで返せるは返せるんですけど、もうちょっと発生早くないと今みたいに回避されちゃうんですよ、ね、なるほど、悪くないんですけどね、全然悪くないけど効果が長い、ちょっと硬直が。さあカウンターバンナクル、さあここから魔の攻めですね。いかつに近距離でインで飛ぶとこうやって裏から肩がおばあちゃんの肩叩き、おっ3プラトン入った、いい刺しですね。細かく刻んでくるところに3プラトンを仕込むっていうのが一番安全です。さあダブルアップ狙っていく、ここ2時2本を、おっとこれはあゴブのところで釣られた感じ。さあ肩入ってダブルアップ、あ空中で待ってた投げでレシオ勝利。このロイは本当にねえかかってこいやって言われましたんで、ちょっと立ち向かっていきたいと思います。アメリカンに、じゃあいやチャンピオン青夏入ってください。 MKD ランキングバトル第3回第1位青夏、第2位レシオ。さあこれで泣いても笑いてもラストです。さあ MKD ランキングバトルモノロジャスティス学園最終戦始めてください。カンオケは用意したか、これマイク持たせててもいいかもしれない。いつでもおいで。チャンピオンズヒア。さあ 1P 側がレシオ、 2P 側が青夏。そりゃ夏ですよね。いや今の青夏さんですよ、青夏さんですよ、チャンプイズギアって言ったのは俺じゃないですよ。さあ空中コンボ、さあアタック、さあ急に外人がやってきて、さあ2プラトン、これはあっけらんで返していく。さあクテクガード、下段根性カウンター、バンナクルは近角で、そして2プラトン、うわー返していく、これ大きい、あー投げ、さあ死体蹴りをちゃんと忘れない。さあチャンプにリーチでしょう。
先制したのはあの2だが軸がずれていて半分ぐらい、あーこれはいやー半分いった、ちゃんと長飛まで決めていく3分の1、あこれはダブルアップ失敗、もうカウンターで真ん中でスリープラット当たらない、さあ以上をもちましてランキング1位レシオとなります、おめでとう、取り返した、何がチャンプイズギはい、レシオさんです、ありがとうございますいい青野さんカメラ映ってないから、これですよ、あの青野さんのね本性がこれこんな感じです、あのまあね、まあこんなもんですよ青野さんねいやーすごかった、急に急にあれなんか急にこのね、あの10位以内に入ってこう、そうです、結構ね今日はいない方が多かったので、ね、でも前回ね実は結構緊張してて、なかなか、自分の動きがとてもなんか前回あんな負け方をしたような感じではなかったけども、あれは相当悔しかったですねその後その後お前反対側に座れやみたいな感じで青夏さん座らせてなんか、ね、フルボッコしてフルボッコしてましたけどまあとりあえずあのこの後も座ろうかこの後も座ろうかとりあえずねなんか体育館行くとかなんかいろいろ前回ね言ってたけどアメフトやっぱり最高の球技だと思うんですね。まあでもなんか前回ね、あのなんかチャンプイズヒアとか、なんかジャストブリングイットとか、なんかかかってこいみたいなこと言ってたんで、まあとりあえずまあ時計さん俺がそんなことするわけねえだろ、俺がそんなこと、まさかね、チャンピオンですからね、元チャンピオンですから、俺がすいませんすみませんでした、生言ってすみませんでした、あ、ごめん、俺が悪かった、ごめん、俺が悪かったこんなもんでいいですかねバレーボールが勝てるわけなかったんですよバレーボールがアメフトに勝てるわけなかったんです夢見てました、まあ、2代目、あの土下座仮面という命名したいと思いますドゲザオに俺はなる多分アラスさんの名前多分明日になったらもう変わってるツイッターの名前でもうなんかドゲザカメみたいな感じだったじゃあじゃあ以上をもちましてランキング、1位でしょう、2位青夏、3位がシーラ松さんか、ダンボールかだ、ダンボールかだ、間違えた、うん、3位がダンボールかさん、そして4位が白松さんと、なりました、まあ、後ほどランキング上位の人、ネット上で配信、発表するとともに、某所から手紙が届くと思いますので、あの例の R から、ね、R からの手紙が、こうやって燃やしちゃう、こんな燃やすなって読む前に、せっかく送ったのに開く前に燃やすみたいな、あんなねちゃんとローで止めてあってね、今高いよ。どこでその文章を読んだろう。今世界堂と東京ハンズぐらいですか。そうですね。あんなの、もうあんな高価なもん、うん、買って燃やし。燃やしちゃった大会明日ありましたかね、明日が明日が筋肉マンとジャイアントグラム、そして、12時から KOF94 と95、バーチャー 3TV の初中級者大会となっております、
じゃあ今日レシオさんおめでとうございます。ありがとうございました。チャンプ is here。 カメラこっち、カメラこっち。はいはい、じゃあよかったらこの後ものじあい遊んでってください。今、今日はミカドは、モイジャス、3台稼働しております。あっちがね、あっちがあのビジュアルメモリー使える方なんで、はい、こっちは使えない方です。じゃあ今日はありがとうございました。じゃあこの後もよろしくお願いします。あ、最後の一言締めて。バレーボールは代々木体育館だけ強いはずです。高田の馬場体育館では強くなかったです。すいませんでした。